吉野さん、ソフトバンクに続いてトヨタの経常利益が上がってきました。 2% 増で2兆3000億円を計画と書いてます。まあ、2兆3000億円を計画って書いてますから、まあ、そんな大振れはしないまでもこのぐらいに最終着地するってことなんでしょうね。ソフトバンクが4兆9000億、トヨタが2兆3000億、まあ、いずれにしてもとてつもない金額ですけども、すごいですね。トヨタにしてもソフトバンクにしてもものすごい純利益を出してます。でもこの純利益を社員一人一人に適正に分配したらどうなるでしょうね。まあ、ある方のひどい意見ですけども、お金を十分使えない人に、お金を使うスキルがない人にお金をいくらあげてもそれは溶けてなくなるだけなんで、お金をものすごく使うのが上手な人、お金を使うスキルが高い人に余剰資金としてストックしといて、その方がエイヤと使う時のために無駄遣いしないで取っておくという考えがあるみたいなんですよ。これが企業の内部留保らしいんですよね。まあ、言ってみればそういう準備資金のおかげで孫さんは新しい投資先にどん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 突っ込んでいけるし、トヨタも新しい町構想とかね、それから水素エンジンなり、うん、カーボンニュートラルに取り組んでいけるのかなと思うんですよ。確かにね、社員全員に給料プラス5万プラス10万したところで社会を大きく変えるような流れにはなんないのかなと思うところもありますね。まあ、ですのでお金って使い方が上手な人、使ってもただ消費に使わない人により多く与えることによって社会的意義や社会的価値が大きいのかなと思うんですよね。まあ、例えばイーロン・マスクにしてもそうですし、その他大きなことをなすね、ジェフ・ベソスとかにしてもそうですし、行動の限界点まで資金があればその発想を形にする、そして人類全体にその利益を提供することができるのかなと思っちゃうんですよ。そうなると社内に利益を分配するのか社外に利益を分配するのかって考えると、この会社の2兆3000億なり4兆9000億円なり、この余剰資金っていうのも純利益っていうのも、もしかしたら社会的利益のためのストックなのかもしれないなと思っちゃいますよね。優秀な企業が内部留保がないってことは、それは買い入れに走ったりね、貸し出しか、あの買い付けに走ったり、借り入れに走ったり、金利を払うっていう全く無意味な消費につながることもあり得るかなと思っちゃいますね。いや、すごいですね。トヨタならまだいざ知らずなんですけども、孫さんなんて本当にね、みかん箱の上に立って演説する、そしてそうしたら2人の従業員が出ていったみたいなね、そんなところからのスタートなんで、スタート地点では私たちよりも圧倒的に不利だったはずなんですよ。でも今背中も見えない、影も踏むことすらできないような遠く遥か彼方を独走してるわけなんですよね。時間の使い方、何の使い方なんでしょうね。お金なんですかね、頭なんですかね。同じ人間として生まれてきてここまで圧倒的な差がついてしまうというところにね、ものすごく運命の皮肉を感じます。きっとネットビジネスというものにきっかけを感じて参加する YouTube を始める、その入り口は同じなれど、同じものを使っているのに使い方によって結果が変わってきて人生が変わってくるということなのかなと、やっぱりね、そこに戻っちゃうんですね。始まりは YouTube だったかもしれませんけども、でも今どこに向かって歩んでいるんでしょうか。人それぞれですね、不思議ですね。まあ、ちなみに吉田さん、私ね、レクサスのね、アイパッケージっていうのがどうしても欲しくなりましたね。すごいですね、あの攻撃的なフロントグリル。でしかも、そのフルスポイラーってやつですか。がっちり固めて、ドアガードつけて、フロントもがっちりと組んで、リアビューも素晴らしい。レクサスですか。今となっては。あってもなくてもどっちでもいいんですけどもね、あってもなくてもどっちでもいいのに欲しくなるってことは本当に欲しいんでしょうね、きっとね。いってらっしゃい。